さあいよいよキックオフの時を迎えます。今キックオフされましたなでしこジャパンとパナマ女子代表の一戦です。あの守備のところですよね、注意して入らないと、失点してしまうというところありますので、はい、そこコミュニケーション取ってほしいですね。ここはボールを持っているのが日本代表、ここはまだラインを割っていません。フラッグは上がっていない。戻します。尾形美代、第4の審判は金松春奈です。さあこれは日本代表中盤で始めました。前に運んでいくワンタッチのボールつないで、ここはパナマです、うん、今フォワード最前線の位置にいるのが9番の菅沢結香です。そしてその菅沢の周りを8番の岩渕が、さあここは中盤です。いやただ岩清水さん、このパナマ代表ですが、前回のワールドカップ予選ではメキシコに勝ってアルゼンチンとも大陸間プレーオフで引き分けていると、まあ、そういった、まあ、力のあるチームでありますよね。力ありますよね、日本もワールドカップの時に初戦で引き分けてしまっているので、そうですよね。さあこれは前を向いてターンしていく。もう一度岩渕持ち込んでシュートまでいけるか。シュートを打った。タイミングを外しながら最後打ち込んだ菅沢。さあ今度はパナマ代表が前線に送っていきます。10番のコックス、ただこれは笛はなりません。代表通算82試合。さあそしてさらに日本がボールをつないでいく、このワンタッチ声を上げずにじっと戦況を見ている状況が続いています。強いですが大陸間プレーオフワールドカップ予選ではアルゼンチンと引き分け。さあ作り直します。左利きのもみきが右サイドハーフ、そして右利きの左右遠くにいますけど、よくあの相手のもみきが長谷川見たりとか、長谷川がもみき選手見たりとか、あのアイコンタクトすごくある選手なので、そこのパスっていうのも多分あると思いますね、はい、そして菅沢に入った、右から走ってくる。あっとこれはかわしてシュートを打った。出す中島、キープをしながら6番のキンテーロ、ただすぐにボールを奪った。もう一度ボールはパ、先シーズンからキャプテンやってますけれども、はい、本当にこうプレーで引っ張ってすごく誰よりも走ってパーがこのフォワードの枠を争っています。いや岩清水さんもこのコンディション調整を行っていますが、この代表メンバー、この試合に登録されその成長というのもこの試合の中でおそらく後半見られるでしょう。さあそして日本がつないでいく、北村から。さあここは岩渕が持った。アウトサイドでのパスを出しました岩渕です。今ボールを持っているのが岩渕真奈、そして預けて、先ほど高倉監督からはテンポという声がかかったと山本アナウンサーからリポートもありました。そしてこのボールもすぐに回収して清水が動き出しているが、中を使った長谷川、もう一度このセカンドボールも日本です。でプレーをするバルガスから縦に出す、ミルズキープをして戻りました。20番の林穂香です。この位置に清水です。質も多いですし、はい、あの本当に素人ながらうまいなって思ってます。さあチャンスになりますね。さあ持ってパスが出た、はい、シュートを打つか、こぼれてもう一度打てるか、ここか、はい、すごく相手の逆を取るのが上手で、自分も対戦してて何度も逆を突かれ、あそ安村さん、はいどうぞ。先ほど高倉監督が初めてこの試合の個人的に指示を個別に出していまして、清水を呼び寄せてもう少しもみきが中央に入った時に追い越してどんどん行っていこうという指示を送っていました。あそうですか。さあそして今度は左サイド長谷川優衣です。ミラ岩渕選手が今外の右サイドの方にいる時に、はい、中にも、まあ、岩渕が外に開いたら清水も中に入っていくこともありますし、まあ、あまりこのなでしこジャパンでは、ね、そうですね。さあそして日本代表が菅沢が入ってくる。菅沢を合わせた、ゴールキーパーのベイリーが出る。もう一度長谷川浮かせた。センチ、そして今パスを出した宝田は170センチあります。あやはり中を使ってくる岩渕からスルーパスが出て倒れますが、つなぎました中島から、そして中央、今のはしっかり奪えてよかったですけど、はい、それで人数をかけて奪いに行った時にはもう絶対に取り切るっていうところはあのチームとして持つべきだと思いますね。そしてワンタッチ、あここも長谷川またぎながらスルーパスを出す、右を使った、なんとか足を出しました岩渕。あこれは菅沢フリーになっていた。
その前にしっかりいた長谷川選手のセンスの光るところもありましたね。はい、そして日本は3人で囲みながらうまく体を入れました。今は20番の林穂乃香が体を入れました。この選手です、22歳、スウェーデンの AIK フットボールでプレーをしています。どうプレーしようかなっていうことはいろいろ考えてるとは思うので、はい、そこメンバーチェンジかと思ったんですけどね。そうですね、惜しかったですね。さあ、そしてドリブルで縦にパスを出した。そして今日パナマでは、まあ、深夜の時間にはなりますが、子どもたちがこの試合を見ているんだと。初めてベンチに座りながら今作戦ボードを使いながらこの後のシミュレーションをしている、そんな様子が見受けられます。思います。今1対1で、ね、対応だったので、あの相手としては追い越してくる選手もいなかったので、もう本当に単純に1対1負けるところではなかったと思いますね。はい、そして奪って長谷川から左を見ていた岩渕真奈が前を見てシュートを打った。ポスト、おいそ、押し込みました。日本代表さらに追加点。まず注目したいとお話になっていましたが、パナマ代表がチャンスを作りました。最初の入り方いいですよね。前半も良かったんですけど、パナマ代表の方もゴールを狙うという気持ちが見えますね。まあ、ただ日本代表としてはそのパナマバックコンビです。今ボールを持っている。さあ、そしてここで切り返しながら林穂乃香です。争い激しくなってきますね。そうですね、今回は熊谷選手いませんけど、はい、まあ、リーダーシップをどちらがしっかり取るのかっていうところだったり、まあ、今日は南選手出てませんけれども、はい、あのチーム体フォワードでもプレー可能です。あ、そしてここまでの高橋と宝田ですが、岩清水さんにはどう見えてますか。あ、これは前につながった林穂乃香からスルーパスが出る、打ちました。19番のセディエノです。に関しては昨日の前日練習で、はい、選手の中には今までプレーした中で一番いい芝だったとなっています。さあ、真ん中で3人で囲んでノーファールでボールを奪った。ここはパナマ代表、ただもう一度日本代表ボールを回収して北村菜々美戻しました。さあ、ここからのビルドアップはどうか。4番の高橋縦に出した。まあ、一度菅さんが受けに来て簡単に叩きます。パナマ代表から6点目を奪いました。さあ、そしてさらに日本代表の攻撃です。北村、長谷川と共にボール奪った中島です。北村を使う。長谷川選手も久々の日本人というか日本同士の、はい、あのプレイヤーです。さらに16番の宮川も準備をしています。あ、そうですか。3人選手が準備をしています日本代表です。この試合の交代枠は6人あります。岩渕がまさに間で受けます。できているっていうのがありますので。なるほど、はい、そういったところは続けてほしいですし、まさに岩渕、そして長谷川、はい、長谷川が左に持ち込んでシュートを打った。長谷川、これはそして繋いでいく6番の杉田がシュートを打った。杉田のシュート出場です。24歳のプレーヤー高橋花から縦に出した。左サイド、ここに杉田です。中に出して、これはレフリーにボールが当たってパナマボール。近くにすぐこう味方がいるっていう。スルーした。木下シュート打てるか。戻して林シュートを打った。右に外れます。あの味方同士の距離感がいいですよね、はい、あのワンタッチで落とすところだったり、ツータッチでもすぐ味方が近くにいてくれるっていういい攻撃がたくさん見られますね。はい、まあ、行われていました。まあ、ぜひとも将来、まあ、そういった、まあ、満員の国立競技場も見てみたいところです。さあ、そして日本左サイドで起点を作ります。杉田ひなとまた違った立ち方になったりすると思うので、はい、そこをどう合わせていくかなっていうところ楽しみですよね。はい、さあ、細かいパスなかった林、かなり狭い局面でもパスをつないでいきます。左足でのボール、高さも合ってますね、持ってますので、はい、楽しみですよね。そうですね、今その浜田が準備をしています。15分ぐらいになってしまいますけれども、はい、結果を求めたいなと思いますね。そうですね、